1941年から特設潜水母艦の任についた平安丸特設潜水母艦は海軍が商船を徴用し潜水母艦とした特設艦船のこと。以下は太平洋戦争での日本海軍の状況について記述する。1941年の海戦時、県崎はすでに空母への改装工事がされており、大鯨は間もなく工事開始。 その他の世紀の潜水母艦は早くじら型潜水母艦2隻しかなかった。しかもその早くじら型は大正期の建造であり、その後に潜水艦が大型化したため母艦としての能力は不足していた。そのため母艦任務の多くは民間から徴用された商船を改造した特設潜水母艦が担った。日本海軍では特設潜水母艦に計7隻の 商船を徴用したが、いずれも大型の火客船である。これは、物資の補給や、潜水艦乗員の休息場所の提供などに、大きな艦内スペースが必要だからである。実際の設備としては、主艦の個室、乗員の休息場所、潜水船体司令部の収容設備などが設けられた。当時の潜水艦には、 風呂の設備がないため入校時にお風呂をもらいに行ったという話が残っている。また食料や衣服の補給のため糧食庫、冷蔵庫、被服受品庫などが設けられ真水、重油の補給も行った。武器、弾薬の補給もでき、潜水艦の最大の武器である魚雷についても、魚雷格納所と魚雷調整所が設置された。例えば、平安丸の場合、魚雷百五十本格納、 39本が同時調整可能となっている。その他工作設備として機械、木工、鋳物、電気の各工場が設置されていた。また、潜水艦への物資補給時に必要となる艦載艇も搭載されていた。臨戦準備として1940年から徴用が始まり海戦時5隻あった特設潜水母艦も戦争中盤となるという総船の 不足から運送船へ転籍していった。また、戦争後半になると潜水艦は内地から直接出撃する機会が増え、潜水艦自体も消耗を重ねていったので、潜水母艦の必要もなくなっていった。その間に、他の船舶同様に多くが喪失する。特設潜水母艦に席を置いていた7席のうち6席が、戦没、建造中に徴用され戦争中に巡航した。 ちく丸一席のみが終戦を迎えた。ありがとうございます。